中に王子様はいませんか？どうか私とキスを。私はどこにでもいる普通の女の子だったはずなのに、悪い魔女に呪いをかけられて世界は近々滅亡することにだけって、どうしようって困ってたら、いい魔法使いさんがドロンと登場。父に恋文、呪いを弱めてくれたおかげで運命の王子様と愛のキスができれば呪いは解けることになりました。その日から私の私による私のための、いや世界のための王子様探しの日々が始まったのです。クラスメイトのあの子かもだけど、私島村うずき、今日も頑張れて幸せです。